この夏ついに夢に見た世界一周旅行をすることにしました。エキサイティングな冒険の最初の目的地はヨーロッパ。まずはパスタとピザと美味しいジェラートの国イタリアから旅を始めるとしましょう。あ、ありました、超有名なピサのシャトー。チケットを購入して傾いたモニュメントの中に入ったら251段の滑りやすい階段が待ち構えています。足元に気をつけて落ち着いて呼吸をしながら登りましょう。白い大理石は美しく、時々外を覗いて街の景色を楽しむこともできます。ついにシャトーの最上階に到達。ここで好きなだけ自撮りをしましょう。ピサのシャトーはイタリアでも有数のランドマークの一つです。階段を登っている間にガイドがこのシャトーが中世のモニュメントだと教えてくれました。12世紀から14世紀にかけて建設され、完成までに200年以上かかったのです。しかもこの建物は昔からずっと斜めに傾いていたんです。当時3階部分を作り終わった後、小塔が沈み始めたのです。ちなみにピサという名前は沼地を意味するギリシャ語に由来するとのこと。この地域の地面は柔らかく、粘土や泥、砂で構成されていたのです。建築家たちは塔を建てた後、この問題を解決しようと努力してきました。高さ56メートルのモニュメントの最上階からゆっくりと街を眺めましょう。テラコッタの屋根がいくつあるか数えられますか？モニュメントの南側に向かって歩くと地面に近く感じられるかもしれません。これはピサの斜塔が南側に傾いているためです。一時は 5.5 度近く傾いている時がありましたが、それでも倒れませんでした。現在ピサの斜塔を訪れると、ガイドは斜塔の傾きが緩やかになったというかもしれません。数年前、世界最高の建築家と技術者がモニュメントの横で倒壊を防ぐための工事を行ったからです。いくつかのトンネルが掘られ、塔の北側の地下からは38立方メートル以上の土を取り除かれています。現在斜塔の傾きはわずか4度になっています。ネットでよく見る塔を支えている写真を撮りたかったら急いだ方がいいかもしれません。今後ピサの斜塔の角度がどうなるかは誰にも分かりません。次はローマへ向かいましょう。この都市は野外博物館のようなものなので、自らいろいろと立ち寄ってチェックしなければなりません。今日はものすごく暑いので、今向かっているカラカラ浴場はちょうど良かったですね。本物の古代ローマを体験する準備はできていますか？かつては更衣室だった場所から中に入ってみましたが、ここでは想像力を働かせなければならないようです。現在この場所には高さ40メートルのレンガの壁しか残っていません。当時のローマ人はどの階級に属していようと毎日 1,2 時間お風呂で過ごしていました。1日働いた後か夕食前に通っていたと言われています。このような帝国の浴場は当時は無料でしたが、現在は入場料を支払わなければなりません。更衣室を出た後、オイルとスクラブのマッサージを受ける高温の部屋に立ち寄ります。その後2つある運動場の1つに行く人もいます。ここには大理石で精巧に作られたポルチコがあり、未だにモザイク色の床の断片が見られます。もっと知的なことをしたかったら、哲学者の話を聞くこともでき、図書館も備えられていました。そして最も豪華な部屋、カルダリウムに到着。ここは当時直径35メートルの円形をした高温の蒸し部屋でした。内部には7つもの温水プールがあり、頭上には巨大な花崗岩の柱に支えられた壮大なドームが見えます。建物は色とりどりのガラスのモザイクと最高級の白い大理石で豪華に飾られていました。この複合施設には腰までの深さがあるオリンピックサイズの屋内プールまであったのです。今日ではレンガとコンクリートでできた赤っぽい壁が見られます。カラカラ皇帝は他の多くのローマ皇帝と同様、巨大な複合施設を建設し人々を喜ばせたのです。長い国際便に乗り、今度はエジプトに到着。ラクダに乗ったり、ジューシーなドライフルーツを食べるのが楽しみです。デートにうってつけの場所に行きたかったら、夜明けにホテルを出発してカイロの郊外へ出て、ナイル川を越え西岸に向かいましょう。ここで写真を撮るのをお忘れなく。遠くに大きなモニュメントが見えてきます。お察しの通り、ギザのスフィンクスです。4500年以上前に作られたなんて信じられますか？近づいていくと
スフィンクスの北には大ピラミッドが見えます。スフィンクスはピラミッドとは違い、ギザ高原の岩盤から掘られたものであることがわかります。現在でも世界有数のサイズを誇る彫像で、高さ20メートル、前足から尻尾までの長さは73メートルあります。現在のスフィンクスの顔は少し疲れているように見えます。ですが考古学者の話によると、常にそのような顔をしていたわけではないとのこと。それにスフィンクスをフォトショップで復元するとかなり違った顔になります。ご覧の通り、ある時点で鼻と顎の一部が切り落とされたのです。科学者たちはこの像が偉大なカフラー王を象徴していると考えています。そのため顔がこれほど人間に似ているのです。目の下には古代エジプト人が使っていた木炭のアイライナーを示すために暗い線で彫刻が施されています。ちなみにこれは単なる美容目的の習慣ではなく、紫外線から目を守るための工夫だったんです。太陽の光が強い砂漠地帯ではこの工夫が重宝されていたのでしょう。スフィンクスにヒゲがあったかどうかは現在も研究者たちの間で議論が交わされています。多くの研究者はファラオを描写していたのならヒゲがあった可能性が高く、侵食されて破壊されたのだと考えています。現在でもスフィンクスの頭には王族の頭飾りが残っており、王族とその権力を象徴しています。青と金色の縞模様を思い描いてください。建設された当初のスフィンクスはこのような姿をしていたことでしょう。スフィンクスを作るのにかかった時間は証明できません。しかしかなり細かく掘られているので相当の時間がかかったはずです。運が良ければガイドが像内の秘密の部屋に案内してくれるかもしれません。まあそれが単なる作り話でなく本当の話だったらの場合ですけど。あー、ギリシャの澄んだ海の水、ここには船でも飛行機でも行けます。ギリシャには遺跡が集結しています。マンドラキマリーナとポートに到着。でも周りには遺跡がありません。ロードス島の巨像も見当たりませんが、それはかなり前に破壊されてしまったからです。この巨像は大地震で倒されるまで古代世界の七不思議の一つと言われていました。絵の中の巨像を見ると自由の女神と間違えてしまうかもしれません。でもこれは偶然ではありません。どうやらロードス島と自由の女神には関係があるようなのです。どちらも自由の象徴として建てられており、自由の女神が現代の巨像と呼ばれることもあります。巨像の高さは約30メートルでしたが、現在では真ん中に大きな隙間があるコンクリートの桟橋しか残されていません。橋の両端にまたがる銅像の姿を想像してみましょう。この巨像が紀元前3世紀に建造された際には900頭のラクダが動員されたと言われています。この像は約54年間立ち続けましたが、大地震によって町が激しく揺れ、巨大な足しか残りませんでした。それでも人々は遺跡を訪れ続けています。さあ家に帰る準備はいいですか？この旅に同行していただいてありがとうございます。コメント欄で皆さんの大好きな場所を教えてくださいね。ではまた。